はい。みなさん、こんにちは。ジャパニーズウィズユカのユカです。みなさん、お元気でしょうか、えー、この動画では JLPT N2 の読解問題をしたいと思います。みなさん、一緒に頑張りましょう。10月になりましたから、えー、12月に試験を受ける人、あと2ヶ月ですね。一緒に頑張りましょう。はい。では、JLPT N2 の読解問題。全部を言う ゆっくり読んでいたら時間がなくなってしまうと思うので、できるだけ早く正確に問題を解いていく必要があります。よね。はい。じゃあ今日も早く解く練習をしましょう。はい。じゃあステップ1、皆さん。一番初めにしたいのは、質問文を読むこと。いいですか質問文を読むこと。はい。じゃあまず質問文を読んでいきましょう。 はい、ここね。はい。問い。筆者が言いたいことは何か。はい。これが質問文です。この文章を書いた人が言いたいこと、読者に伝えたいことは何ですかですね。はい。じゃあ、筆者が言いたいこと、筆者が最も伝えたいこと、筆者の意見などが質問の場合。 答えはどこにあると思いますかうん、そうです。答えは一番初めと一番最後を読めば答えが見つかることがほとんどです。はい。じゃあちょっと読んでみましょう。一番最後は、まず一番初め読んでみようかな。はい、ここね。一番初めの文、ここまで。はい、じゃあ行きましょう。現代社会では スマートフォンやインターネットを使ってたくさんの情報を簡単に手に入れることができます。うん。だいたい何の話をこれからするか、これでわかると思います。現代社会。なんか今のことかな。スマートフォンやインターネットを使ってたくさんの情報を簡単に手に入れることができる。そうですよね。 はい。じゃあ文の最後読んでみましょう。文の最後というと、はい、ここですね。ここ。このようなスキルが今の情報社会ではとても重要なのです。はい。このようなという言葉で始まっているので、 何の話かわかりませんよね。じゃ、これだけでは十分じゃないので、この前の文を読みます。この前の文はここかなはい、ここ読んでいくよ。はい。一方で、情報をうまく整理して、自分にとって本当に必要なものだけを選ぶことができる人は、冷静に物事を判断できると言われています。 このようなスキルが今の情報社会ではとても重要なのです。はい。じゃあ文の最初に、はい。今はスマートフォン、スマートフォン、スマホとかインターネットを使ってたくさんの情報をゲットできるって言ってました。文の最後では、情報をうまく整理して自分にとって 本当に必要なものだけを選ぶことができる人は、冷静に物事を判断できると言われています。このようなスキルが今の情報社会ではとても重要なのです。はい。じゃあ次。この選択肢、オプションを読んでいきます。オプションを読むときは何をしたいかっていうと、この まとめ、サマライズの文を言い換えているもの、リフレーズしているものを探します。いいですか ?1 番から見ていきましょう。はい。情報を整理して、必要なものだけを選ぶことが大事だということ。あれこんな文ありませんでした 情報をうまく整理して自分にとって本当に必要なものだけを選ぶことができる人。このようなスキルがとても重要。あれこれかなこれかな、うんじゃ、これちょっと星マークにしましょう。はい、じゃあ2番も読んでみます。インターネットで 多くの情報が得られる便利さ。インターネットで多くの情報が得られる便利さ。これは文の始めにありましたね。簡単に手,を入れえ手に入れることができます。はい。これ文の最初にありましたが、これがメインポイントかな。メインポイントっていうのは皆さん、普通、文のまとめの部分にあります。まとめの部分に、 インターネットは便利ですよと言っている分はないので、これは、ツはい、じゃあ3番いこう。注意が散漫になりやすい現代社会の問題。注意が散漫になりやすい現代社会の問題。ー問題一周の話はまとめでしてないから、これもバツ オッケーはい。じゃあ4番。SNS を使うことが情報収集に役立つこと。SNS を使うことが情報収集に役立つこと。この話もしてないですよね。うん。はい。じゃあこれ、ベストアンサーは1番です。できましたはい。じゃあ皆さん、今、 この文章を全部読まなかったのに答えが早い、短い時間で分かりました。このスタイルで練習をしてみてください。いいですかはい。では、えー、今回は練習ですから、この文章を全部読んでみましょう。本番では読まないでね。もう時間がなくなってしまうので、本番では次の問題、次の問題に行きましょう。いいですかはい。では、 次、読んでいこう。はい、もう一回読むよ。行こう。現代社会では、スマートフォンやインターネットを使って、たくさんの情報を簡単に手に入れることができます。しかし、その反面、反対側には、あまりに多くの情報がありすぎて、 注意が散漫になることがあります。散漫になる。注意が散漫になるというのは、いろいろなことを考えて、集中できないっていうこと。いいかなちょっと難しい言葉ですね。はい。えー、たくさんの情報がありすぎて、そう、一つのことに集中できない。注意できないっていことですね。はい。例えば、 ニュースを読んでいる途中で他のニュースや SNS の通知、通知が気になってしまい集中できなくなることがあります。はい。皆さんはこんなことありますか通知っていうのは、まあ、ノティフィケーション、お知らせね。YouTube にもお知らせ通知ありますよね。通知ベル。はい。そう。他のニュースや SNS の通知が 気になってしまって、ああ誰かこれメッセージとかね、集中できなくなることがあります。はい。このような状態が続くと、物事を深く考えることが難しくなり、結果的に判断力が落ちてしまいかねません。はい。これ N2 文法です。かねません。かもしれません。 悪いことに使います。悪いことがあるかもっていうときに、何々かねませんって言いますよ。はい。結果的に判断力、ジャッジする力が悪くなってしまうかもしれません。はい。一方で、一方で、on the other hand, 情報をうまく整理して、情報をうまくまとめて、オーガナイズして、自分にとって本当に 必要なものだけを選ぶことができる人は、冷静に物事を判断できると言われています。このようなスキルが、今の情報社会ではとても重要なのです。はい。はい。じゃあ最後のまとめは、このようなスキルが、今の 情報社会ではとても重要だと言っています。はい。ですから、筆者が言いたいこと、はい、筆者が伝えたいことは、情報を整理して、必要なものだけを選ぶことが大事だということです。いいですかうん。<laughs> はい。どうかなはい。じゃあ、最後に、 今日あった大切な言葉、漢字をシェアしたいと思います。はい。じゃあ行きましょう。はい。現代社会。現代社会。今の社会。チェック。手に入れる。手に入れる。ゲットする。何々反面。何々反面。A じゃなくて B は ですね。はい、これ難しかった。注意が散漫になる注意が散漫になるることがあるることがあるはい。時々何々するってことですね途中で途中で SNSSNS は ソーシャルネットワーキングサービスですが、英語でソーシャルメディアかなはい。通知、通知、notification。皆さん、Japanese with Yuka の通知オンにしてね。<laughs> いいはい。気になる、気になる。はい。ああ、テストの結果が気になるな、とか、たけしくんのことが気になるな、とかね。 はい、気になる。集中、集中、集中。はい、皆さん、集中して私の話を聞いてくださいね。リスニングの勉強にもなるよ。はい、状態、状態。物事、物事。結果的に、結果的に。判断力が落ちる。判断力が落ちる。 何々かねない、〜何々かねない、かもしれないと同じですが、ネガティブな結果にだけ使われます。はい。一方で、一つの方では、です。一方で、整理する、整理する、冷静に、冷静に考えてください。判断、判断、あなたの判断は、 正しかったと思いますよ。情報社会。情報社会。はい。私たちは情報社会の中で生きていますよね。はい。どうでしょうかはい。どうでしたか皆さん。じゃあ、このステップで読解問題の練習をしてみてください。あの、N2 の読解問題もお願いしますっていうリクエストをたくさんいただいたので、はい。これが皆さんの役に立てば幸いです。 はい。えー、っと、まずは、ステップ1。質問文を読む。はい。筆者が言いたいことはとか、えー、伝えたいことはっていう問題の時は、答えは必ず最後。そして、一番最初のトピックを読めば、答えは見つかるはずです。そして、答えは、この最後のところをリフレーズしているものがほとんどです。いいですか はい。それでは今日のレッスンはここまでです。皆さん最後まで一緒に勉強してくれてありがとうございました。はい。この動画が参考になったよっていう人、いいねボタン忘れずに。それから、えー、お友達、ご家族、同僚、知り合いで日本語を勉強している人、JLPT に興味がある人、 テストが大好きな人がいたら、ぜひぜひこのチャンネルをシェアしてください。みんなで楽しく日本語を勉強していきましょう。はい。それでは皆さん、今週も元気に過ごしてね。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。